主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマ、あ、ごめんなさい、毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい、歴史には様々な説や学説がありますが、僕たちはその点にこだわらず、適当に雑談をしています。また僕たちは学者ではなく素人なので、勘違いや思い込みで変な理解をするしていることもあります。知らないこともたくさんありますが、知っている範囲で番組を進行していきます。この点をご了承の上お聞きください。はい、はい、おもれき第9回です。9回、はいはい、少しずつもう1回頑張ると10回でまずこれが一区切りみたいな ねものなんですよね。はい、はい、僕がね、水月さん無理やり誘い込んで今喋ってもらってきますが、ぼちぼち慣れてきました。どうですか。普通に喋れてると思いますよ。僕と同じか知的に喋れているんじゃないかなと、そうね、はい、思いますよ。はい、さあさあさあ、今日はですね、ちょっとね、こう考えてて、ちょっといろいろ学んでみようかなって思うんですが、藤原家、日本史に欠かせない貴族、公家、藤原家、そうですか、はい、って来ましたね。今もあるじゃないですか。うん、うん、で、天皇家と藤原家ってすごい明確に、こう家系の分かる数少ないお家じゃないかな。うん、で天皇家っていうのは、はい、ね、こう歴代天皇ってこう分かるけど、まあ、藤原家って僕全部は把握はしてないんですけれども、藤原は広いですね。でもすごいやっぱ歴史があるんで、ちょっと藤原家についてスポットを当てて喋ってみようかなと、はい、で元祖は中富の鎌足りまあそうですね、なんでしょ。そうですね、藤原っていう名字で死ぬ間際の時に藤原っていう名字を天智天皇から受けるんですよね。そうですね。でこれ中富さんっていうのはもともと何者なんです。中富家はまあもともと何ですか、古墳時代とかはほら、豪族で、豪族、朝廷のこう祭祀お祭りとかそういう名を司るお家ですよね、中富家っていう。だから中富の鎌足りの頃っていうのは、蘇我氏が一番威張ってた時代ですよね。蘇我の馬子、恵比氏、まあね、イルカ、まあ、イルカ、でイルカの時にオッシの変、あ、イッシの変、オッシって言わないの、イッシ、イッシの変、大化の改新、はい、くそ、つまり大化の改新って言えばよかった。はい、ね、大化の改新の時にね、中野大江の王子と一緒にクーデターを起こして、ね、うん、で、まあ、政治のトップに躍り出た人ですよ ね、 そうですね、うん、でも中富の鎌足さんって、はい、その蘇我氏を滅ぼした時に活躍したのは知ってるけど、うん、あと何してたんだろう。その後結構そうですね、あんまり出ないですよね。まあ、中野大江が結構ごちゃごちゃと、そうね、ハクスピエンの戦いとかね、身内の争いをしたりしてて、だからまあ頑張ってたんでしょうけど、まあ、歴史的にこう記録に残るほど、まあまあその辺も藤原家のうまいところなんじゃない。ああ、そうなんですか、ね、うまくこう表に出ず。なるほど。で鎌足りの息子の藤原の不比と、不比とですね、なんちゅう名前をこうつけたんだろう。ああ、そうですね。うん、で思うちょっとこの人がまあもっと頑張る、さらに頑張るんですよね。うん、まあ、きっとそうですね。うん、だから天武天皇、持統天皇、文武天皇とこう、そうですね。さらに元明天皇の頃まで。そうですね。平城京の遷都まで不比等の時代ですね。これ藤原京ってあるじゃない？藤原京。平城京の前の都は藤原京でしょ、うん、はい？あれは藤原氏と関係があるんですか？どうなのかな。あんまり関係ない。藤原っていうのかね。ただの地名から取ったのかな。あ、どうなのかしら。なんか平城京とか平安京とかさ、なんか昔っぽい
昔は。なんかかっこいい名前なのに、藤原だけなんか人、藤原京だけ人っぽい名前。どうなんですか。どっちが先なんですかね。ね、ちょっとわかりませんね。わか、なんか情報持ってる方、情報ください。はい、ね、で、まあ不人が。まあともかく天皇家に偉く頑張って仕えて出世していくって感じでいいんですか。律、はい、令とかですね。大法律令。大法律令。人が中心なんですね。律、はい、令、あ、清見原。清見ヶ原領。清見ヶ原領。あれは律令じゃないんだ。まあ律令の、まあ領の。領片方だけ。の原型みたいな、ね。はいはいはい。で、この不人さんの娘、宮子さんが。宮子。文武天皇の奥さんになって、聖武天皇のお母ちゃんでもあるわけですね。ね、うん、で、不人さんのまたこの奥さん、あがたの犬飼いの立花の道夫さん。はいはいはい。は、あの、立花の奈良時代の政治家なの、立花の諸江のお母さんですね。不人さん、え、道夫さんこれ浮気さんの、いや、再婚で、ね、再婚で、うん、でこの道夫さんっていうのは、あの文武天皇の乳母、ウーバーだったり、ね、するし、はい、で道夫さんと不人さんの間に光明氏、聖武天皇の、そうですね、乳母とはお母さんが違う兄弟、ね、そうですね、うん、とか言って、まあともかくこの不人さんと道夫さんで、うん、天皇家の外戚関係をこう築いていくわけだね。まあそうですね、宮古、うん、光明氏を、ね、聖武天皇、文武天皇の奥さんも、うん、聖武天皇の奥さんも不人の娘だよね。そうですね。で、まあその後後見、その聖武天皇と光明氏の間に生まれるのが後見天皇、そうですね、後見聖徳天皇なわけですね。で、で藤原の不人の息子にムチマロ、フササキ、馬飼い、マロ、藤原四兄弟ってのがいて、あ、まあ、この人たちがあの長屋の王、はいはいはい、長屋の王とこうバトルをするわけですね。不人の後こう勢力争いをして長屋の王の変、よかったっけ、うん、そうですね。あれで藤原氏が勝っちゃうんだけど、あとで放送にかかって死んじゃうんだよね、みんな。天然痘でね。うん、あ、放送じゃない。天然痘。あ、まあ、放送っていう言い方は一緒ですよ。天然痘にかかって、流行っていくんですよね。そうですね。うん、当時よく流行。で、これで藤原氏が滅亡しかかるんですよね。この、だって主要の4人が、まあまあそうですね、こぞって死んじゃうんですよね、確か。光明氏を、聖武天皇の皇后に入れるために、うん、うん、まあその長屋王が邪魔っていうか、うん、まあ、だからあれですよ、藤原家は、まあ、天皇の血筋ではないわけじゃないですか。豪族ですよね。まあ、そうですね、家臣からですね、うん、でも皇后になろうと思ったら本当は天皇の一族じゃないとダメなんですよ、今の古代のルールは。当時のこの奈良時代の頃はピンチヒッターで天皇になる可能性があるじゃないですか、前の。あ、そうか、推古天皇も、まあ、皇玉天皇も奥さんだもんね、天皇の、うん、持統天皇もそうですね。だから基本天皇の一族じゃないと皇后にはなれなかった。それを要するに強引に入れるためには、まあ要するにいろんな反対勢力、そうよね、その筆頭が長屋王ですね、それを追い落として初めてその臣下で皇后になったっていうのが光明氏。じゃあ民間の、まあまあそうですね、民間初の、まあまあ、民間初の、まあそうそうそう、まあ、の 今ほどじゃないけど、昔の中では、そうそうそう、民間初の皇后が光明氏さんだった。そうそうそう。でここでやっと いよいよ藤原家の世の中が来たっていう時に四兄弟が、うん、天然痘で病気で やられちゃう。みんな死んじゃう。この後誰が藤原家を仕切るんですか。息子はまだあいるわけだから、はい、お父ちゃんはみんな死んじゃいますけど、はいはい、ちなみにムチマロさんのお家を何家、そうですね、ふささき、藤原のふささきの家を北の家でホッケ、ホッケ、馬飼、藤原の馬飼の血筋を四季家、四季家で藤原のマロの家を京家、京家ですね、都ですね、京都の京ですね、南北式でこう四つの家があったんですが、うん、これ四つともこれから栄えていくわけですか。いや、そんなことなんです。まあまあこの後ずっと続いていく藤原家っていうのは一応ホッケの町で、ホッケ、藤原のふささきの家、そうですね、あの奈良時代ね、この藤原四兄弟の後でこう出てくるのが、う
印象に残っているのは藤原の仲間の中丸、はいはいはい、あの江見推勝さん、江見推勝さん、うん、はい、中丸はムチマロの子供ですね。あ、何家なんです。で、中丸は反乱を起こしちゃうじゃないですか。江見推勝の乱。そこでアウトですね。あ、で、お取り潰しっていうことじゃないけど、まあまあ、まあ、没落していく。うん、なくなっで、その後、じゃあ、ホッケがこう台頭してくる。ホッケは結構、奈良時代から平野の初期はあんまり、うん、ああ、そうなんだ。じゃなくて、むしろ、四季家が。四季家。馬界の子孫。馬界の子孫で、広次って、これもまあ反乱起こしてる。藤原の広次。はいはい、聞いたことある。広次が馬界の子供ですよね。うん。みんな反乱起こしてるじゃないですか。で、そうそう。で、この四季家の末世が、ほら、あれ、なんだ、クスコの辺の。あ、クスコ、平安初期ですね。あれも、この四季家です。で、これで四季家がダメになった。クスコの辺でアウトになって、で残るのがホッケで、まあ狂家はなんかあんまり末世がうまいこといかなくて恵まれなかったですね。そうそうそう、あで必然で生き残るのがホッケ。あ、じゃあおとなしくしてたホッケがチャンスを待ってあの家康みたいですね。そうそうそう、じーっと待ってたんですね。 なるほど、うん、でそのじゃあそうするとホッケの子孫がだんだん今度摂関政治っていうのを始めていくわけですか。そうです、でこの平安時代に入っていくと、はい、藤原だらけでしょ、うん、あの摂関政治なんで、もうこれがね、僕はもう区別がつかない、はあ、よく分かんなくて、分かんないよね、でこの摂関政治の、はい、もうあのピークが藤原の道長頼道、あの宇治平等院、うん、より道ですよね、うん、で僕ねこれね藤原のあの摂関政治のピークがその道長頼道でしょ、うん、でそこのピークになった人っていうのは分かるんだけど、はいはい、どっちがお父ちゃんでどっちが子供か分かんなくなっちゃうのよ。で僕ね高校の時の日本史の先生が教えてくれたの、はい、道が長いので寄り道をした、ああだから寄り道長がお父ちゃんで寄り道が子供だって順番がね、これ今でも覚えてるんですよ。これまた道が字が違うんだよね、うん、同じ寄り道と道長なのでね、そっちが違うんだよね。で冬継ぐっていうのも聞いたことあるわ。うんうんうん。よ、なら、これ、家督を継いでいくのが冬継ぐ、平安時代ですよね。そうですね。吉房、元恒、忠、うん、平、頼真、うん、実頼、ごめんなさい。うん、で、これまさっていうのも聞いた、これまさ、これただ、これただで僕習ったな。ああ、昔ただって言うんですよね。うん。あ、今違うんだ。こんな読み方も変わってくるんですか、時代。あらまあ。なんでこれ確かにあの伊勢の井のね、あの、人弁のない方ですよね。ね、うん、これ、この、これただの頃っていうのがあれ、あの、菅原の道真の頃、もうちょっと。あ、違います。あれって。ただつねの、ほら、お兄さんかな、兄弟の時平。時平がほらあの時平って忠平の、うん、忠平の兄弟の時平がほら、はい、道真を左遷する左遷するのは、あ、じゃあだいぶ前ですね。ちょっと前ですね、はい、うん、これただって僕なんで覚えてるんだろう。変わった名前っていうのも覚え印象に残ってるけど、あ、まあ、この辺が最後なんですよね。もう藤原家が、まあ、大体政治を牛耳って、最後この藤原家の中でどこが主導権取るかっていうんで勝ち残るのが、そうそうの覇権争いで金入れ でその末裔の道長より道が最盛期っていう感じで、まあ、大体日本史で、ね、これただの兄弟の金家さんの方が勝っちゃうんだ。そうですね、金道金家の争いがあって、そうよね、だからこの頃その、うん、是忠さんとか金道さん金家さんの頃になると、その中宮とか皇后に送り込んでどの奉納とか、ここまでが要するにそのほらライバルのよその大友氏とか立ち話とかを潰していく段階があって、はいはいはい、うん、で大体この辺で、まあ、藤原北家の独り勝ちになって、まあ、北家の中での争い、今度は身内争いが始まるんですね、うん、それが終わって最終的に、まあ、道長より道の時代になってきて、うん、あの宇治平等院ができるのね、より道ですね、うんうん、で
これがピークで、この頼道、道長頼道の頃で西暦でどれぐらいになるんでしょうね。11世紀ぐらいかな。1000年代の終わりぐらい、ね、西暦1000年前後。道長が摂関政治全盛期の頃で、1000年ぐらいですね。そうですね、ちょうど西暦1000年からまだ1000年ぐらいなんだ、うん、そうするあれいい国作ろう鎌倉幕府のまだ200年先なんですね。そうですね。ああはいはいはい。だから源氏物語もこの時代の頃ですね。ああまさにそうですね。はい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 。なるほど。で、まあ、ちょっと前かな。うん。うん、でその後道長頼道頼道諸真諸道忠真忠道元真元房元真元房の頃になると源平時代の頃ですか。この後あれがまた院政っていうのが院政が始まってくる、うん、はい、それでまたちょっと摂関家は落ちぶれてる。落ちぶれるまではいかないですけど、まあちょっとこうトップからはちょっと落ちるんですかね。摂関政治の頃っていうのは藤原家が実権を握ってた時代ですよね。でその後白河天皇白河上皇の頃ですかね、うん、何か院政始めたんですね。院政白河、ね、白河 上皇になってからです。院政、まあ、はそうですね、天皇辞めてからやめるんですか、ね、で、その頃からなんでこれ院政って始められるようになってきたんです、うん、まあ、その時は藤原家が強かったわけでしょ。で基本ほら藤原家って外戚関係で自分の娘を天皇の嫁さんに入れて、まあ、それに若い天皇を産ましておじいちゃんとかっていうパターンでまあ行くんですけど、うん、この御三条っていう天皇が、はい、御三条天皇、この人がまあこういろんな偶然が重なって、まあ、藤原家と血が薄かった、うん、だからまあ要するにその摂関家のまあ言いなりにならなくてもよく操られなくて済んだ。そうそうそう。で、御三条がまあちょっと独自なこう政治をして、勉強したでしょ、なんか荘園整理令とかをやって、まあ、まあ、こう結構皇室の財産を増やしたりして、はい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 、でその辺でこうまあ天皇家がちょっと盛り返してきて、まあ、その流れの延長線上が院政みたいな。いや、藤原氏は、たまたま御三条天皇が天皇のお鉢が回ってきちゃったっ、まあ、いろんな偶然があったんですよね。細かい話は僕も分かんない。だからこう大穴だったのね。まあそうなんでしょうね、たまたまありえないことが。じゃあ何ていう、天皇家の方も藤原氏が牛耳ってんのって快く思ってない人もいたのかな。うん、まあいたのかもしれないです、ね、まあでも天皇家がそう思ってなくても取り巻きの人たちがあって、うん、もうか何かチャンスは完全に、そうだよ ね、藤原の天下だもんね。そうそうそう、なるほど。で御三条天皇の子供が誰なの、白河天皇になるの。まあそれがきっかけでちょっと摂関政治が、まあまあそうね、ちょっとピークが過ぎてくるわけですね。なるほど。担当はいかない。ああ、そうで、そうそう、武士なんかもこう台頭してくる。ああ、そうですね。ここからまあそうですね、武士が大体出てくる。出てくるね。御三条天皇の次が白河天皇ですから。ですね。ね、うん、でここから院政が始まって、うん、天皇側からすると白河天皇、堀川天皇、鳥羽天皇と。うん、白河天皇の次第がついて、次鳥羽上皇の院政になってと、うん、いう頃になるとちょっと藤原さんはまあまあそれなりのもちろん力はちょっとありますけどね、うん、まあまあその絶対ではなくなって絶対ではなくなるんでしょうね、うん、なってきたわけですね。でだんだんこう方言平治の乱がなってきて、これで天皇家も戦い合うし、藤原家も権力争いで、で方言の乱もそうですね。結局その院政の跡継ぎと、うん、まあその摂関家の跡継ぎの争いが絡んで、うん、それにまあそれぞれ武士が味方してっていうのがまあ基本方言の乱ですよね。で、方言の乱のあの頃の藤原北家の棟梁でいいの？うん、まあ、棟梁みたいなのが忠道さん？忠道。でその息子が元真金真兄弟、うんうん、なんですね。でこの頃に
藤原家っていうのがその藤原元真さんってこの家を名乗るようになるんですか。ああ、はいはい。で弟の金真さんは九条家を名乗るようになってくる。で、で元真さんの子供孫ひ孫の金常さん、藤原の金常じゃ近衛金常さんっていうのはそのまま近衛家を継い で金常の弟の金平さんっていうのが高塚家を名乗る。で、九条金真のやっぱひ孫の範真さんが九条家で、弟義真さんが二条家で、実常さんが一条家を名乗るようになるのね。でそうすると近衛高塚九条二条一条の五摂家っていうのが、ああ摂関家ね、摂関家っていうのが五摂家、まあ若い摂家っていうのが生まれるの。でこれが鎌倉時代の最初の頃です。でちょっと僕の読んだ資料によると、まああの鎌倉幕府を開いた源頼朝が、摂関家の力をちょっと分散させる、貴族勢力を低下させるために、5つに分けちゃった。で、この五摂家で、北家の、藤原家北家の本流っていうのは、近衛家なんだって。で、まあ、五摂家っていうふうに作って、まあ、順番で、摂関、政治、政治じゃないけど、こうやっていく。で、ずっと続いてる。だから、藤原家って今も続く家系っていうのは、その藤原の鎌足さんの時に藤原の姓を受けたまわって、で、今日まで続く家だよっていうのは、歴史の授業で習ったの。だけど、その歴史ドラマとか見ると、その江戸時代とか戦国時代とかさ、藤原家って人出てこないじゃん。そうですね。だからもう分裂しちゃって藤原さんっていうのはいない、いなくなっちゃうのよ ね。でその経緯って意外と知らなくって、 あれあの人たちは僕はどこに行ったんだろうって思ってたんですよ。公家なんかもほとんど藤原ですね、元をたどればみんな。ほらこうさ、その幕末もの今の八重の桜でもそうだし、ああいうの扱うと朝廷にどうしてもこの近衛なんとかさんとか高塚さんなんとかさんとかって出てくるけど、それは古代にはなかった名前じゃない。そうですね、その鎌倉中世から出てくる名前だから全然最初、ああそうか、藤原ってイメージがなく、つながってなくって、こういうふうに分かれたっていうので意外と知らない人多いんじゃないかなって。あ、どうなのかしら、で、だからその、まあ、で南条さんって結構いるじゃん。そうですね、三条、ここ三条、ね、五摂家はこの、もう一回ね、この絵高塚さ、九条、二条、一条だけど、三条さんっているわけじゃないですか。それは別の公家さんなんでしょ、おうちなんでしょ。でも、まあ、藤原家ですね。あれ藤原家。三条家さん、藤原家の町ですね。で、この五摂家に分かれて、まあ、順番に、交代で、まあ、摂政と関白っていうのはずっと江戸時代、明治時代まで、まあそうですね、明治新までずっと続くんですね。その家で、まあ、回していくわけですよね。で、で、まあ、明治時代だったら摂関家とかってもなくなっちゃうの、ね、まあそうですね、摂関っていうその制度自体がなな、でその代わり、ね、爵位、公爵、そうですね、あれなんだっけ、公爵団、公伯士団、公爵、公爵、公家、公家のと、あの僧侶の一本ないやつと公爵、ああ公爵ね、で貴公の公みたいなやつね、伯爵、子爵、子爵、男爵、あじゃあ髭男爵が一番低いんだね。髭男爵は低い。ああなるほど。ルイ南世って王様の名前たどってるけど実は下っ端、あ下っ端なんですね。だって公爵様の方がいいんですね。もちろんです。で、だから、この藤原家の末って今もいるんでしょ、この絵。やりますね。なんか、たまになんか出たりしますね。何出てくるの？誰かなんか見たな、九条の人。この人ってどこにいるの、この子孫って。
京都にいるの？東京じゃない、東京、ね、東京の方に天皇、明治天皇についていっちゃったの？そうだね、全部ほら天皇が東京にいた時、小池さんみんなひっついて。あ、そうなんですか。東京に行きますから、うん、いいよね、高塚さんなんだけど、まあ、かっこいいよね、高塚さん、ね、今日ちょっと養老の滝に行くけど行かないみたいな呼ばれたいよね。でも何、今何してんです、この人たち。普通の会社員とかいっぱいいますよ。なんかね、そうなんあるんですよ、家族、まあ明治になってみると家族、家族ですね、家族のなんかそういう一覧みたいな本があって、現当主、まあちょっと出た本が 2,30 年前、現当主の勤め先とか書いてありますけど、まあ必ずしもそんな立派なところに勤めてるわけじゃなかったんですよ。あ、そうなの。いろんな普通の民間の会社とか、まああと宗教関、まあ神社とかそういう関係、あ、そうだ、確か京都の平安神宮の宮司さんは九条さんですよ。ああ、そうなんだ。の人なの？ね、うん、じゃあもしかしてこの五石家の子孫でも自宅警備員とかやってる人もいるかもしれない。まあまあ五石家はどうかわかんないけど、下っ端の公家さんとかなら多分ゴロゴロいると思いますよ。で、今の世の中、藤原さんっていっぱいいるじゃない？ああ。あれは藤原家の末裔だから？まあわかんないですね。そこまでは藤原家の領地に住んで、まあ藤原家の九条さんの領地に住んでて、まあ明治に名字つけるときにまあゆかりだからと藤原でつけたなんて人結構多いんじゃないですかね。これすごいこう、そうそうそう、歴史もあるしご先祖さんもちゃんと。わかるんだよ ね、まあ名門ですよね、藤原家は。じゃあ今だったら、まあうちも年齢的に無理でしょうけど、うん、あのこの藤原、この五世家とかに向こうに行けるとかできるのかな。いや、それ問題全くないんじゃないですか、それは。お、いや、血筋がとかさ、ケリー家の血筋、それは言い出したらそれはダメでしょうけど、それは要は結婚自体はそれはね、お、自由ですから。お、なんか、なるほどね。だから藤原家ってのはおさらいね、鎌足さん、不人から始まって、うん、不人の息子四兄弟のうち、うん、まあいろいろあって平安時代に隆盛を極めるのが北家、北家ですね。で摂関政治を極めて、それが摂関家と呼ばれる。でずっとその血筋が続いて、うん、鎌倉時代に頼朝によって近衛、高塚家、九条、二条、一条家って五つに分けられて、うん、今日に至る、うん、すごい、いいね。まあ大変だね、供養も大変だろうね、こんだけ子孫、ご先祖様分かってたらね。そうですよね、百何回忌とかもう毎年のようにあるでしょうね、資料とかね、家に伝わるものを維持していくっていうのは大変でしょうね、うん、でも貴重な資料ですけどね。あ、そうですね、この池なんかはなんだっけ、なんか1個ぐらいくれてもいいのにね、リスナープレゼントとかできないか ね藤原家、歴史ある藤原家ですね、うん。どうする、お便りもちょっと紹介する？あ、いけますか、ちょっと長くなっちゃうけどいいかな、うん、さあ、以前からちょっとお便り募集してます。あの時代に行きたい、ありますか、はい、行ってみたい時代、会ってみたい歴史上の人物とか、見てみたい、うん、あの場、歴史的名場面、はい、で少しだけお便りがちょっと来ております。ちょっと紹介しますね、はい、まずアマンさんから。アマンさん、はい、いつもありがとうございます。はい、アマンさんはですね、初代の天皇について、神武天皇ですね、うん、会ってみたいですね、うん、本当に高間ヶ原に降臨したのかな人間なのかな、それともただの神話なのかな、うん、など不明な点が多いから、はい、ちょっと見てみたい。これどの時代に行けばいいんでしょうね。まあ、弥生時代。はい。まあでも、まあね、ちょっと僕も神武天皇についてね、ちょっと話したいネタはあるんです。次、ちょっとそれしましょうかね。はい。まあ、はい。ね、でも神武、やっぱこう謎の多い、まあ、古代の方っていうのは本当、卑弥呼にしてもそうだからね、謎は多いですからね。記録がないもんね。さあ、もう一つ。はい、コブさん、コブさんという方から、うん、はい、ありがとうございます。はい、行きたい時代は本能寺の変です。ほう、光秀がなぜ謀反を起こしたのか、うん、これが一番知りたいとこですね。ほう、あと信長が高い声でどんな風に喋っていたか知りたい
信長って声高かったの？いやなんかよくありますよね、あの再現した声とかでは、うん、あそうだ、なんか宣教師が記録で残したルイス・ブロイスの甲高い声でどの方って書いたんですか、うん、こんな声で喋ってたの？違うと思いますよ、うん、わかんない。でもドラマじゃ役者さんだから、まあまあうねうん、こうかっこいいのからチャラキだのから、うん、いろいろだからあこんな声が信長で甘党だったんだってね。あそうなの、うん、でなんかね、まうん、ちょっとまた使ってみたいネタとしてちょっとあるんだけど、はい、うん、本能寺の変もね、熱森だけ人生50年っていうの、はい、あの本当に待って焼け死ぬのかなどうなんでしょうね。あの昔のどの大河どれのかすいません忘れましたが、うん、本能寺の変で、はい、あの光秀軍に対して信長は火縄銃で対抗してっていう場面があって、はいはい、あれは相当物議を醸したって聞いたことがあるんですよ。いろいろありますね、うん、いや弓矢で行ったりとか、うん、弓矢が一般っぽいけど、うん、でもあんな多勢に無勢な状態であんな戦うもんなのかね。うん、ね、それもやっぱり見に行きたいところですよね。だってでドラマによってはこの本能寺で一緒にいた濃姫、うん、性質の濃姫がいたりとかいなかったりとか、うん、ドラマでもあれば濃姫もあの正体不明じゃないですか、うん、名前だけで、ね、いつまで生きとったかとか、うん、まあ、分かんない生物不明な方だから、うん、使いやすいんだろうねドラマ的には。なるほど、ねね、本能寺の変もでも有名な場面だからこれも戦国好きな方はそうでしょういいね。ね、これはやっぱ面白いですね。自分たちがやっぱ着目しないこう視点をこう見てくるから、ね、もうちょっとあの気長に待っておりますので。そうですね、はい、あの行ってみたい時代、はいはい、会ってみたい歴史上の人物、見てみたい歴史的名場面、はい、ね、こんなとこ行ってみたい、ね、うん、時代によって言葉が通じないかもしれませんけども、うん、それは私たち自動翻訳機を持って行けるということにしてますので、うん、はい、お気軽に行ってみましょう。行ってみましょう。はい、はい、それではですね、おもれきでは、皆様からのお便りを募集しています。はい、はい、お便りは、E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。はい、メールアドレスは、omoreki2013@gmail.com、はい、おもれき2013@gmail.com です、はい、はい、ツイッターはですね、ツイッター ID はおもれき2013です、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。